今から、息子の教習所申し込みに向かいます。行き方が分からず多分右を曲がると、今日はどうすんの、ないかね、ドンドン邸に家族で晩ご飯を食べに来ました。初めてのお店です。香港で中国、小皿でガンガンみんなで食べるつもりでしたが、第一品は見られば息子を立っている気分です。ではいただきます。あ、いただきます。臭いことだ。いただきます。うん、お肉あるじゃないか。書いてもすると酢豚の豚がちょっと脂っこかったですが、煮られば甘かった。はい、次エビチリ、ちっちゃい小エビのエビチリです。唐揚げ、もうだってあのダシなくなる。はい、はい、まあ、休憩したら血糖値上がる。なんかいいことですね。なんか味深くないんだ。もう今日はとってもめちゃくちゃ甘い。僕好きなんだよ。なんかあっさり家庭的じゃん。あ、そう、餃子はうまかったので、意外と卵が効いてるよ。出ちゃう調子だ。まあ感想は美味しい。普通にシンプル、すごいシンプル。なんか変なもの入ってなくてシンプル。